さあ近づいてる、刻一刻と近づいてるが、ここで試練。強いけどな手札。いや弱くはないんだけど、尖りすぎ。悪事キングみたいな手札してんだけど、あー入れ替えるか。あんまり、あ、よし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 、おはようございます、マジで応援してます、ありがとう。まあエンゼルナイフ出てきたし、切るかみたいな、切るかみたいな。いやもうこれ早めに、不穏な雰囲気、不穏な不穏な雰囲気。なんでや、悪事金が弱いぞ、だから言ってんだよ、だから言ってんだよ。6、まあまあまあ殴りでよろしいでしょうか。この切り鉄砲はね残しでいいですね。相手上手だったらここの夢ちょっと残してくるんで、貝殻持ってて残すみたいなプレイがね成立するんですよね。冷凍、ああそうそう、これ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 、ちょっと一旦様子見て、おもう何も売ってこんかなみたいな。まあ今引きの可能性もあるけど、これがあるからちょっと動きにくいですね。一番いったら引退、うん、まあその辺はね、まあ、おいおい、この辺はまたおいおい。一番行くのキモいんでやめてもらっていいですか。ダメです、兄ちゃん。なんで最初の攻撃属性攻撃じゃなくてただの無属性でいつも殴ってるんですか。これはね、この相手はクソだからだよ。終わってるコンボ来た、終わってるコンボ来た、本当に終わってる。どうしようかなこれ。いやー、海洋海洋泉歌声、どうやって勝つのこれ。ステッキーぐらいか、固定だけしといて。ステッキー、ステッキー以外で勝てるかこれ。ステッキー以外で勝てる、ちょっとわかんないけど。あれ相手、相手硬すぎやろ、相手硬すぎだろ、どうやって勝つの、どうやって勝つ。まずいっすね。俺な、歌声なかったらな、全然夢で戦えたんやけど、歌声がな、いや、闇も結構きつそうよ。なんか、見てる感じ。見てる感じきつそうよ、これ。もう諦め、もう諦めるこれ。きつそうよ、これ。なんか、やべえカード引くしかなくないか、多分。まあ、これは一回闇属性つって、泉。いや、まあまあ、石鹸はあるね、確かに。石鹸はありですね。石鹸、紐、ステッキ、まあ、濃厚な闇。濃厚な闇。両替引きはまあまあ。まあ。まあ。書店、どんなカードから行くかっていうのは、そんなに、なんだろう。これだからこれみたいな、簡単な考えではやってない。これは打った方が強いな。結構判断する要素みたいなのは多いから、あんまり手出さない方がいいと思う。その、最初に考え、なんだろう、あんまり考えなくていいと思う。さて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 、まあ売るかな。こういう時はねポイント作ってこっちが粘れる体勢を作った方が強いんで。キネトウスとミラーが来ればそれもう地球世界の半分や、もはや世界の半分だよ。いやーこの試合勝てたら熱いけど、出たら熱いけど、まあ防具2枚残しとこうかな。ちょっと嫌な感じですよね。18ぶりでも勝ったですね。まあ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 、まあ、これ残したい、残したいな、残したいですね。これは残したいですね。相手ね、たまにいるんですよ、こっから天国草地掛けしたりとかしてくるやつ、たまにいちゃうんですよね。そこまでもうわずかな可能性でも残しておきたい。
一縷の可能性にも。まあ、いや、切ろうか。攻めよう。攻めます。攻めます。アグレッシビティ。冥王神引いたら熱いな。まあ、土星神でもか。冥王神、土星神、地球神、月神、天王神あたりを、もっちりと引いていきたい。これ相手、泉連打なんでね、逆に壺が入る場面というか。そう、で、冥王神引きを考えて、先に通常属性で削っておく、相手の防具。まあ、相手防具あと5枚ぐらいなんで、お、外れ先引いてくれたのはベリーアーミー。引くか。よし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 。最低保証。まずい。頼んだ。英文法やってたのにいつの間にか横になってた。縦になれ、お前は。この縦社会を生き抜いていくために英文法を学ぶんだ。英文法を学びマシーンとなれ。オッケー、こうなると強い。こうなるとね、こうなると、いやー、6、4ぐらいかな。相手強いなー。なんで暗雲持ってんの？なんで冥王持ってんの？それまずいな。いや、まずいね。まずいね、これは。入れ替えだね。初見です、こんばんは。弟さん何歳なんですか？秘密です。いや、一旦使わせよう。これは。ちょっとでも天皇神残して。どっちみち、歌声あるから。歌声あるから、天国風からの風みたいなパターンがね、通らないんで。まあ、ここはちょっと攻めですね。強気に。まあ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 。強気。このランダム系より微妙やけど、微妙だけど、まあ、食いつないでいくためには仕方ない。ボットさんって干支何ですか？やめて、そのあの OL さんとかの年齢探るための話題やめて。週末まではいかなそうだけど、これ効果あんのかな。受けるしかないか。めっちゃきついですね。めっちゃきつい。マジで？いや、これ霧でいいね。この霧相手からしたらめちゃくちゃ嫌なはず。いや、悪くない。オッケーオッケーオッケー。でかい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 でか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 で、氷はいらんかな。手札狭すぎるな。攻めるか。この霧はね、めちゃくちゃ深いんですよね。めっちゃ深い。悪くないぞ。悪くないぞ。相手方針転換か。いや、悪くないよ、これ。何歳か分かんないけど、幼女だよ。そんなことある？そんなことある？何歳か分からないけど、幼女っていう日本語って成り立つんかな。貝殻とネイル二つも牛も深い深い。これ全然違う。あの、見てるところが違う。こうで、ランダム剣成功には全切りみたいな。あ、ランダム剣邪魔やな。あー、全切りも？全切りもしや。全切りもしや。氷いらんでしょ。氷この盤面からはいらないよね。ですね。うちも視野ですね。相手のランダム剣次第。ああ、切ってこないんだランダム剣。僕だったらランダム剣切っちゃいそう。俺めっちゃきつい。
ここ耐えだ。ここ耐えです。この泉がやっぱきついっすよね。今回は別にプレミとかしたわけじゃないから。ちょっと。かといって、この貝殻でハートの貝殻で自分の暗雲を払うかどうかっていうのもめちゃくちゃ難しい場面。怖っ。いや、これ勝ち筋だから残しとくか。闇属性怖いけど。まあ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 。石鹸引いてもきつい。相手は、両替1枚持ってるんで、こっちの両替買ってこなかったじゃん。だから、両替、まあまあ多分ほぼ隠れ持ってて。ああ、防具もしっかりありそうな感じはするけど。で、2はあんまり闇属性ケアにならないんで切る。これワンチャンだな。ワンチャン相手神剣とか不用意に切ってきたら仕留めれるけどっていう感じ。なぜか泉連打してこないんで。なぜか泉連打してこないんで。これ切りでしょう。多分ね、闇属性ケアしててもね、勝てないんですよね。大体負けてるから。ちょっと強気に出ていいと思う。やるしかねえよな。紐にビビってるやついる？いねえよな。よし、悪くない。よし、でかい。よーし。うん。六。え、切っちゃう？なんか切っちゃって良さそうな気がする。強っ。天皇神カタ。天皇神カチカチやん。これ深いね。一枚回し。激深。これ泉連打じゃないのかな。なんだと。なんだと。ほら。焼き根引いたら即打ちですね。いや、相手防御が強いよ。防御が強いよ。あ、強いよ。こっちの天皇神も強いぞ。さて。オンリー、トゥー防御。あ、ここで捨ててくるんだ。って感じ。って感じ。あ、これは売り安定ですね。俺はさすがに売りだよね。相手の手札潰しに行きたいよね。手札の枠がね、多分きついんですよね。だからここで潰しに行きつつ、まあ壺があるから最悪なんとかなりそう。オッケーオッケーよ。オッケーオッケーよ。相手の闇属性ケア抜いて、いや、で天皇賞を残しといて当然。頑張れ。ナイス。でかい。このやっぱ2点の削りがね、どんどん削れていく。ボット動きます、動きます。リチェーン。強っ。これはあんまりやりたくなかったんだけど、入る。強っ。あんまりやりたくなかったんだけど、週末まで見るか。週末まで見ますか。正直、いや、見た方が強いよね多分。あんまりなんか多分、あんまりやりたくなかったんだけど。いや、引きはある。まあ悪くない、悪くない、悪くない、悪くない。
あやりたくなかったんだけどね。やりたくなかった、正直。もうやらざるを得ないんじゃないかな。まあ、初見詐欺です。そんなのあり。それってありなの。やりたくないんだけど、ちょっと、冬眠の準備をします。冬眠の準備をします。冬眠の準備をします。なんか来た。まあ、一応抜いとくか。冬眠の準備をいたします。泉。クソゲーの始まり。クソゲーの始まり多分。始まる。これ3枚ドル今のうちにしとく手はどうだろう。13。まあ指輪もそんなに。うん、土星2枚とかだけ。きついけど。まあまあまあ。どっちみち。どっちみち。初見じゃないやつがいっぱい詐欺してる。はい。回復して。さあ、こっからなんだよね。いや、結局ね、財宝連打がじゃあ強いのかと言われたらちょっと微妙なんですよね。ちょっと微妙なんですよね。ちょっと微妙なんだよね。まあまあまあ、両側抜いとくことに越したことはないけど。この今の3枚ドローはね、まあ悪くはないですよね。当然売るから入る。あーなるほど。いやまあそれはそれはまあそんなに悪くないよ。ここでミラーはしかも15円売りにミラーでしょ。そんな強くないからね。言うて知れてますから。先殴ってきてほしいけどな。無理かな。先ナグナグしてきてほしいけどな。いやー、これミスったか。おっしゃった。あ、でも、あんまり相手多めに切ってくるイメージないから、まあまあいいか。さあ、どうすんのって話ですね。週末。やるしかないよね。やるしかないよね。お互い来たるべき時に向けて着実に準備します。両替これいくつ振ってこい。こいつこいつ視聴者説ない。これ視聴者説ない。これさ実現したらとんでもないクソ試合になるんだけど。おい見てるか宮司。これが本当にお前の作りたかったゲームが知らんよ。知らんよ。お前が始めた物語だもんな。お前が始めた物語だもんな。93。知らないよ。お前が始めたもんだもんな。神ゲー始まったかもしんない、これ。もうどっちも戻れないもん。これスナイプだろ。この、これ、この相手、スナイプでしょ、これ。この泉連打は、この泉連打はスナイプだろ、俺。多分だけど。ああ、なるほど。なるほどね。ああ、なるほどね。なるほどね。なるほどね。神ゲー始まったな。誰がこれ面白いか。このゲーム面白いかな。このゲーム面白いかな。このゲーム面白いんかな。これ一回エンゼルナイフある。これね、相手、ワンチャン1枚切ってきたら、
大悪魔つも、ああ、うまい。うまい。え、それはうまい。それは相手うまい。いや、まあまあ。お前、ちょっと待って、ちょ、おいおいおい、おかしい、おかしい、おかしい。おい、危ねえ、危ねえ、危ねえ。ちょ、ちょ、ちょ、なんで？どういう確率？え？え？ちょ、ちょ、ちょ、ちょ。どういう確率かだけ教えてほしい。いやー、ちょっとちょちょちょ、これ21点めっちゃ怖いね。21点クソ怖いな。いや、ここで1枚使うのよくない、よくない、よくなかったかな、よくなかったかな、よくなかったかな。よく、よ、よかった。うん。あの1枚ドローがあったからこそ、俺たちはこうやって、さらにもっと強くなることができたんだ。もっと強くなることができた。さてさてさて、これはこれはなんていうなんていうゲームかな、なんていうゲームかな、これってどっちが有利。あのね、どっちもね、損してます。人生のさ、限りあるさ、有限なわけじゃん。心臓の鼓動の一回一回が限りある資源、全部ドブに捨ててます。全部ドブに捨ててる。どうしようかな。一応切りの方が強いよね。あ、どうどうもこもなかった。俺の勝ちだ。終わるの知らん、知らんけど、クソゲーであることは間違いない。クソゲーであることは疑いの余地もございません。相手気づいたな。そうなんだよね。それ嫌なんですよね。それ嫌なんですよね。相手気づいたね。目覚めた。相手。相手目覚めし者。一枚入れ替えたいな。いや、あんまりね。相手目覚めし者来た。相手目覚めし者だな。この辺で一回、いやいやいや、まだ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 、ステイ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 、もう HP フルマックスになるまでやらない。いや、相手目覚めし者だな。これここかな、この辺で、この、いやー、どうなん、確率、これこっちの方が得は得よ、得得よ。やろやろ、期待上位、期待上位、期待値を追え。ここで MP 崩して、オッケーオッケー。期待値。期待値。ケイ！ふぅ、このゲームは期待値のゲームです。あー、神ゲー始まっていって、ようよう神ゲー始まりし、71。70でどうだ？もうちょい MP 振ってもよかったけど。まあ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 、ショートから来ました。オフィーやめられないです。続けよう。僕と一緒にゴッドフィールド続けないか。さて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 、財宝かな。総試合始まったな。いやー、神試合だそれ。どうしよう、落ち着いて。相手、相手分かってるね。相手これ、相手これやっぱスナイプじゃね？相手分かってるね。ダードゴラ悪魔中佐あるよ。まあ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 。殴ろうかな。これは殴りでしょう。これは殴りです。間違いない。間違いない。間違いない。これは殴りです。くそ。悪魔引かんな、相手。悪魔引かんな。悪魔引かんな。でこっからは両替がもう引くことがないから、おそらくまあネイロレンダーかな。こっからはね、もう両替を多分新しく引ける可能性が低いから、ネイロレンダーでどんだけ粘れるか。1回はね
財宝打っとかないと相手からのウルーが受かってないんで。はい、でクッ、よし、えいや、連続積もわない。オッケー、そう、1回は打っとかないと相手からのウルーがね受かんないから、1回は絶対打ったはずよ。あー、このゲーム面白い、面白すぎる、このゲームおもろ。いや、ただ MP ちょっと心もとなくなってきたな。まあ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 、うーん、楽しいね。相手だけロシアンルーレットしてるもん。相手だけロシアンルーレットの引き金引いてるもん。宮司見てるか、祈ってる、祈ってるよ。全部捧げよう。ダメです、ダメです、ダメ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 。始まったな、ロニコヘのギアチェンジが、ギアチェンジ始まったな。すみません、仕事始まるので早く決着お願いできますか。僕に言わんといてよ。誰が悪いのっていう話になるでしょ。誰が悪いの、誰が悪い、これ受けか、受けだな、さすがにね、さすがにね、さすがにね、うーん、さすがにね。さすがにね、あえて気づいたな。あいやーよー、あのね、ちなみに僕は週末運めちゃくちゃ悪いです。週末10回やったらね、多分ね 9.7 回ぐらい負ける。だからこの物量作戦で攻めてるわけよ。わかりますか、これ。はい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 、悪魔抽選1枚、神ゲー始まったな。守護神はね、出る確率全部一緒だよ。ちょっとこっちの MP もそろそろまずいことになってきてるけど、相手の引きに、いやー、相手連続で引かないね。ちょっとおかしいよな。僕なんか1枚引いただけで中悪魔中悪魔引いたんやけど、 おかしくね、同じゲームやってるようやん。ちょっと同じゲームやってるとは思えないんだよ。いや、天皇神耐えすぎ。いいよ。配信自体は初めて来ました。こんにちは、こんにちは。ちょ、MP がまずい。MP がまずい。まずい、まずい、まずい、まずい。まずい、まずい、まずい、まずい。まずい、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 まずい。まずい、まずい、まずい、まずい。安全地帯が少なくなってきた。あえて量がやんのかな？量がやったらまずいな、その財宝泥。いやー、そう、悪魔より財宝、いや、そうそうだね。量がないんだよね。そうっすね。音色をポチポチするだけの簡単なお仕事です。これで誰でもレートプラス14。おい。どっち？それですよ、それ。やっぱそれだね。まあ、財宝かな。財宝財宝だけど、あとが、いや、これ両替引かれたらめちゃくちゃだるいんだよね。でも両替は今のところ多分ない。天皇神がもう一回ぐらい動いてくれたらめっちゃ熱いんだけど、 MP なくなったらね、大変ですね。 MP なくなったら多分、まあ壺とか雫でしのぎながら、相手から反射圏見えてるんで、ふぅ、神祝福？リンゴンリンゴン、リリリリリリ、オーイェイ、リリ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 、よーし、ほーな、利息分、耳揃えて払ってもらいまひょうか。相手どうするのかな、どうするのかな、どうしますか。
ほら、もう小悪魔出ても、もう小悪魔出そうな HP だね。やべ、仕掛けてきた。まずまあ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 、さて、オーケー、よーし。ああ、神ゲーです。